大森城。大森城は、福島県福島市南部にあった、戦国時代の日本の城。別名が牛城と呼ばれている、JR 南福島駅より、西方約5キロメートル。大森城は、福島市大森の小高い丘陵の先端部に築かれた。最高地点は147メートル、飛行差60メートルでそれほど高くはない。現在は、北端に、櫓の形をした、 展望台が設置されるなど、城山公園として備えされ、春には、福島有数の桜の名所として、多くの人が花見に訪れている。大森城がいつ頃から存在するのかはよくわからない。ただ、城石近辺には、鎌倉時代から室町時代初期にかけてのいたびが数多く残されており、この一帯が有力黒人の拠点だったことは、想像に難くない。鎌倉から、 室町初期にかけてこの一帯を支配していたのは二階同士と言われている。資料から大森城の存在が明らかになるのは戦国時代からで伊達種宗の産男伊達見元が城主となっている。伊達氏の内紛である天文の乱の際、見元は種宗方につき、大森城は種宗方の重要拠点の一つとなった。しかし、天文十七年。 1548年に乱が収束し、種宗の隠居と地元の兄、春宗の家督相続が決まった。兄が氷西山城から出羽米沢城へ移った後、兄と和解した地元は大森城主に留まり、忍軍南部の支配権を与えられた。その後、天正12年、1584年に、身元は大森城を着難、城日へ譲り、 自身は八丁目城、福島市松川町に隠居した。常日は、伊達正宗の片腕として活躍し、天正十四年、1586年に、正宗が、日本松城を落城させると、常日に、日本松城を与え、大森城は、片倉下月名に与えた。この時期の大森城は、正宗による、仙道地方、現在の福島県中通り進出や相馬市との、 戦いの際に中継拠点として用いられ、伊達氏の南欧制覇に非常に大きな役割を果たしている。しかし、天正十九年、1591年の豊臣、秀吉による欧州市沖、西市沖によって、市の部軍が伊達氏から没収されガも宇治里に与えられると、大森城主となった宇治里の各将、木村義清は、次の目城を改修して、 福島城と名を変え、そこに居城を移し、大森城を廃した。現在の福島市が福島という名になったのはこの時で、ある。しかし、宇治里の死後に、賀毛氏が宇都宮城へ移され、上杉影勝が合津領主となると、大森城は再び取り立てられ、上杉鹿臣の栗田国事が城主となった。 関ヶ原の戦いの直前に国時が徳川家康に通じたために殺害されると、芋川真っ幸家が上司となる。それ以降、大森城は芋川氏に代々受け継がれたが、漢文四年、1644年の上杉、綱勝旧市、上杉綱の理想に伴う一連の騒動によって、上杉城が十五万国に半減されるに及び、市の部は天領となり、大森城は、 廃場となった。大森城は最高地点を中心とした四角、本丸、北端の北建て、四角南にある南館という北から南に向かって配置された比較的規模、大きい三つの車を中心とした構造と言える。四角部分も北半分と南半分では多少の段差があり、この北側の高い場所が城主の館であったと言えるだろう。 四角の南側には、空堀と土塁が残る。しかし、上積は公園化によってかなり改変されており、これらがどこまで続いていたかは不明である。また、南館は現在、雑木林と畑作地となっており、改変はされているが、移行の名残を確認することはできる。特に北東部分の帯車の入り組みから判断して、ここがここに存在したことが推察できる。 北建部分は、現在主角から、天砲台にかけて緩やかな傾斜地となっているが、これは公園化に伴うものであると言える。現在、忍公民館裏から白山間の運動を経由して、北館まで登る道があるが、この道が、大手口と思われる。また、北館の麓の民家の道路側に水路が、残されているが、これは、大森城の水堀りの名残と思われる。なお、 展望台の建設にあたり、平成5年1993年に北関北端部が発掘調査され、16世紀に否定される瀬戸山の陶磁器が出土したという。四角部分の東にある城山古墳は、丘陵のふもとにあったものを昭和45年1970年に一区復元したもので、城とは直接関係はない。城下町は、 大森城の東山六に形成され、今の大森市街地の原型となっている。と手内やばばという地名が残る、現在の忍公民館周辺が、武家屋敷地、本町などの県道水原線に沿った地域が、町人街と思わる。16世紀まで、欧州街道は大森を経由しており、大森は、米沢へ向かう街道と北へ向かう街道との分岐点でもあった。しかし、 17世紀以降は、市街地が福島に移り、街道も日本松方面から直接、福島市街地へ入り、北へ向かうコースに変わっていった。大森城のある南福島地域は、福島県県北地方では、氷城、伊達市柳川町、旧伊達組柳川町と並ぶ中世史跡の宝庫と言える。鎌倉から室町初期にかけての痛みが、 数多く残るのは前述した通りだが、その代表格は、大森城の西方、要泉寺にある、下ちょっと供養石塔と呼ばれる板尾であろう。鎌倉時代後期の建立で、その保存状態の良さから、国の史跡に指定されている。また、城より南に、約2キロメートルの山中にある火林寺は、伊達氏の飛行を厚く受けており、寺には、伊達家文書や、伊達身元の墓が残されている。 文治5年、1189年の欧州合戦の、時の厚かしさんの戦いの前哨戦に、石名坂の戦いといわれる合戦があったが、福島盆地の南端、福島市、平石地区東側の山中、JR 東北本線、関名坂トンネル付近に、石名坂古戦場碑がある。しかし、これは、明治時代に、この場所から、公や刀剣などが出土したために、 ここを古戦場跡と勘違いした地元の有力者が建てたものであり、出土した荒や刀剣は古墳時代のものであることが後年確認されている。従って、石名坂古戦場が石踏みのある場所であるという根拠は全くない。ただし、あず鏡の記述や地名などからこの近辺にあったのは間違いないだろう。石名坂の戦いで先行を挙げたのは日立入道、年見市。 伊達智宗と四人の息子であり、合戦後、伊達軍を与えられた彼の子孫が、伊達氏である。また、大森城東山六の、白山観音堂、新立三十三観音五番札所には、上杉時代の城代、芋川氏の墓がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。